この動画は、2014年に投稿しました。名列車で行こう、放送編。第1回、古市駅の名放送。をリメイクしたものです。最後までごゆっくりお楽しみください。近畿に2つの県を股にかけて走る。近畿日本鉄道こと、通称、近鉄。私鉄最大の営業距離を誇るこの会社には、他の私鉄では滅多に見られない、ある特徴がある。まず近鉄が顔を出す都道府県だが、本拠地大阪、支配下の奈良、JR 奈良線と熱いバトルを繰り広げる京都、支配下三重、そして東のターミナル、愛知、と、路線網が非常に広範囲に広がっている。当然、地域によって風土も旅客数も様々なため、同じ近鉄でも全く色が異なることはざらにある。特にその違いが大きい、広い近鉄でも特に特徴的な、この5路線の紹介をする。名前を間違えられたことは数知れず、日本一高いビルのお膝元から出ているにもかかわらず、近鉄の本線で知名度最下位を誇る、南大阪線。そもそも存在すら知られてないことは多いが、近鉄のどの路線よりも最も早くに開業した。区間の慣れの果て、道明寺線。長野県に行かない長野行きで有名な、長野線。花見シーズンと紅葉の時期にのみ波に乗れる、吉野線。終点駅のパタパタの雑案内が細かすぎてついていけない、御瀬線。以上の残念な特色を数多く持ち合わせた。線路幅ですらも本線と分離されている、南大阪線系統と呼ばれる線区がある。今回はその南大阪線のある駅から、普通に聞くと、名、意味がわかれば、名、となる、素敵な自動放送をご紹介する。まずはこれら、南大阪線系統の路線が、他の近鉄線とどう違うのかを簡単に説明する。まずは線術の線路の幅だ。近鉄の大動脈大阪線や、ドル箱路線の奈良線を含む、その他の路線では標準器と呼ばれる、新幹線などと同じ線路幅でレールが敷かれている。対して南大阪線系統は狭軌を採用している。これには南大阪線の成り立ちも関与しているのだが、詳しくは各自でお調べ願いたい。次にダイヤも大きく違う。近鉄のダイヤは基本的に、普通、もしくは各駅停車が近距離輸送を担い、急行が遠距離輸送を担当、そして準急や区間準急などの種別が中距離輸送を補う中、我が物顔で全てを蹴散らす近鉄特急。このようなダイヤが普通である。しかし南大阪線では、それぞれの種別の役割は同じだが、急行よりも準急の本数が圧倒的に多いこと、急行は特急に追い越されないこと、そして緩急接続が異常なほど整っている点など、他の近鉄線は比べ物にならないほどダイヤが考えられている。最後は駅放送設備の違いである。近鉄の放送といえば、2番乗り場に京都行き各駅停車、京都行きの各駅停車が4両編成で参ります。こういったどぎついインパクト重視の放送や、
桑名です。養老鉄道線と三義鉄道北西線はお乗り換えください。8番乗り場の電車は名古屋行き準急です。この癖のある特徴的な放送など、関西私鉄の風習とも言えるおじちゃんおばちゃん声放送や、それを一気に取っ払った若い男女性の放送の2つに分かれる。南大阪線の放送設備は総じて全車であるが、では他線とどう違うのか、まず一例をお聞きいただこう。橿原神宮前、橿原神宮前でございます。4番線に到着の電車は吉野行き快速急行でございます。途中の停車駅は飛鳥、坪坂山。こういった具合である。声優が違うなど以前に、素人が聞いてもわかるくらいに放送設備が古いのである。そしてもう一つ、先ほど聞いていただいたものは案内も複雑ではなかったが、案内が複雑になると放送の言い回しが大変回りくどいのである。近鉄の自動放送に対する熱の入れ方は半端ではない。なので、切り離しとそこからの化けなどが重なると、次のような放送が生まれてしまう。聞いていただくのは長野線の分岐駅、古市駅の放送である。この駅を境に利用者数が大きく変わるため、郊外へ向かうガラガラの電車は何両かをここで切り離し、逆に都心へ向かう電車は連結を行う。分割併合が盛んに行われる駅の、その真骨頂とも言える案内放送をお聞きいただこう。まもなく2番線に河内長野行きが8両編成で参ります。河内長野まで各駅に止まります。この電車はこの駅で後ろ3両切り離しいたします。切り離した後ろ3両は橿原神宮前行きに変わります。足元の1番から5番の乗車位置でお待ちください。危険ですから黄色い線までお下がりください。鉄道に詳しい者が聞いたらそこまでではないが、一般利用者からしたら聞く気を失うレベルで難解である。南大阪線の駅放送設備は昭和後期に作られたものが多いが、それがそのまま残ってしまったせいで大変わかりにくくなってしまったという冷遇路線ならではの理由がある。そして今回の動画の題名にもなっている名放送も同じく古市駅で流されるものだ。古市駅で行われる連結には2つのパターンがある。一つは、増結される編成が先に入り、後から他駅発の編成が到着し、連結して終わりという場合。そしてもう一つは、先に他駅発の電車が入り、後から古市仕立ての編成が入ってくる、というものである。まずは前車、他駅発の編成が、後から入ってくる場合の放送をお聞きいただこう。まもなく、3番線の前の方に参ります電車は、阿部野橋行き、準急につなぎます。2両編成で、6両位置まで参ります。危険ですから、黄色い線までお下がりください。この連結の場合には、この連結のためだけに用意された、つなぎます。という放送を用いるのだ。さすが近鉄、恐るべし、となるのはまだ早い。問題はもう一つのパターンなのである。まずは何も考えずに、その問題の放送を聞いてほしい。まもなく、3番線に、阿部野橋行き、準急が2両編成で参ります。途中、藤井寺までの各駅と、河内松原に停まります。この電車は、この駅で、後ろ3両をつないで、5両編成に変わります。電車は、2両位置で、一旦止まりますが、すぐに扉を閉めて、5両位置まで移動します。阿部野橋へは、この電車が、
先に到着いたします。危険ですから黄色い線までお下がりください。何を言っているかわからない方のために、今度は動画も添えてもう一度お聞きいただこう。まもなく3番線に阿部延行き準急が2両編成で参ります。途中藤井寺までの各駅と河内松原に停まります。この電車はこの駅で後ろ3両をつないで5両編成に変わります。電車は2両位置で一旦止まりますが、すぐに扉を閉めて5両位置まで移動します。阿部延橋へはこの電車が先に到着いたします。危険ですから黄色い線までお下がりください。このように同じ駅の中で2回もドアを開ける運転が定期ダイヤで毎日存在しているのだ。奇怪すぎる運転ではあるが、もちろんこれには大きな理由がある。他社では決して見ることのできないこの連結を、近鉄があえて講じたその理由は何か、優しさあふれる理由に迫っていく。可能な限りの便利を提供する。一営利企業でありながら、公共交通を担う鉄道会社の鉄則である。だからこそ近鉄は、お客様への苦労を許さなかったのだ。お客様への苦労とは何かを説明すると、実は古市駅の改札は、橿原神宮前、河内長野寄りの1箇所にしかないことに起因する。乗客の乗った電車を連結のため、ホームの奥の方へ寄せてしまうと、古市で降りる旅客は、行き過ぎた分を、余分に歩いて戻る必要がある。これを防止するため、あえて電車は先にホームの後ろ寄りで、古市で降りる乗客を降ろし、それから改めて前に移動するという動きをとっているのだ。そもそも連結をせず最初から長い編成で運転すればいいのではないか。そうも簡単にはいかない。南大阪線の乗客数は戦術の通り、古市を境に大きく変わる。2両の準急でさえ20人程度しか運ばない区間に、古市から阿部延橋寄りで標準の5両は、明らかに輸送型である上、そもそも古市伊東の区間ではホームの長さが足りない。では増結編成を前につけるように固定すればいいのではないか。と考える方もいるだろう。両数に注目してほしい。この連結方法は主に、ラッシュの始まりと終わりの時間帯に盛んに行われる。どういうことかというと、ラッシュの始まりには古市伊東の区間に入る準急を、2両から3両に少しだけ増やし、逆にラッシュ終わりにはそれを減らすという、かなり緻密な運転が行われている。しかし近鉄に1両編成は存在しない。そこで古市マジックを使う。入れ替えて車庫に戻したい車両を編成の前寄りに入れて、入れ替えて走らせたい車両を後ろ寄りに繋いで、一旦阿部延橋へと送り出す。すると帰ってきた時には、入庫させたい編成が後ろになって帰ってくるため、前寄りの入れ替えた車両をそのまま放出し、後ろ寄りを入庫させることで、非常にスムーズに入れ替えることができ、さらに古市から阿部延橋寄りの区間の標準両数、5両も容易に組み立てることができる。こういう算段である。運転方法を変えることができなかったからこそ、苦肉の策ともいう形で、この運転方法は出来上がっているのだ。古市駅での連結は日中、30分に一度だけ行われる。前につなぐか後ろにつなぐかは列車により異なると、少し運用層はらんではいるが、平日の夕ラッシュ前には非常に盛んに行われるので、近鉄の思いやりに溢れた大道芸を、ぜひ見に行かれてはいかがだろうか。古市駅の名放送。それは、いかにして両数を調整するかという、運転上の事情と、それによって生じた不便を解消したい、駅側の事情を、
両方うまく折り合わせるためのスマートな解決策だったのだ。名列車で行こう。元祖放送編、古市駅の名放送、これにて終了です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。そしてお知らせですが、作者のやる気が続けば続編を制作する意思があることが分かりましたので、首を長くしてお待ちください。